自社ドラマ日だまりが聞こえる、相性バッチリと言っても過言ではないような、そういう感じで聞こえるんだ。太一くんの音すごいはっきり聞こえそうだな。手が早い皆さんこんにちるちる。商業 BL レビューサイトちるちる編集部のアナコンダとちるちる編集部実写ドラマ評論家ひろみちアンダーグラウンドです。お願いします。今日はですね、はい、実写ドラマ日だまりが聞こえるの1話が放送されたということで、はい、早速語っていこうかなと思います。はい、こちらのドラマはですね、はい、原作ふみのゆき先生のシリーズなんですけれども、はい、今回実写ドラマするのはこちら日だまりが聞こえるの1巻目とその2巻目にあたる日だまりが聞こえるホームクローン、こちらの2作品を主に中心にドラマ化していくというところでして、はい、そちらのではドラマ注目ポイントを3つにまとめましたので早速語っていきたいと思います。はい、それでは1つ目、動的演技力のキャスト陣。はい、主演のお二人なんですけども、はい、杉原浩平役を中澤元樹さん、はい、そして佐川太一役を小林虎之介さんが務めておりまして、はい、こちらのお二人なんと TBS で以前やっていた下克上球児というドラマでバッテリーを組んでいたというなんともうすでに関係が、そうなんです、もうすでに相性バッチリと言っても過言ではないようなっていうお二人なので、そしてあの出演作もかなりお二人多いキャストのお二人なので、その演技力っていうところではもう大いに期待ができるというか、もう1話を拝見して確信に変わりましたよね。素晴らしいというか、まあ、もうどんどんこの先ちょっと他のポイントでシーンとかについても語っていきたいんですけども、はい、本当に浩平役はそのやっぱり難聴っていうその障害を抱えている難しい立ち回りの役っていうところで葛藤を抱えているところをとっても丁寧に演じられているなっていうところ、はい、あとは太一役の小林虎之介さん、明るいキャラクターって演技の上手い人がやらないとちょっとこう見れなかったりとかっていう部分があるんですけども、バッチリキャラクターにハマっているところで、ここからこの2人の関係性というか、から2人がそのノートテイクっていうところを返して心を通わせていくっていう姿、本当に楽しみだな、期待大なんですけども、いやもう本当にその通りで私見ててあれって思ったんですよ。見覚えのある顔がいるなと見覚えのある顔がいるな。お、それはなんと、はい、太一くんのお友達として出てる子が、はい、25時赤坂での、はい、佐久間くんを演じた宇佐拓磨さんが、はい、なんとまた、ね、友達ポジションで、そうだね、そうなんです。私もあれ見覚えのある金髪の友達がいるみたいな、そうなんか私の友達みたいな感じで見ることあると思って、ね、まあ、またあの脇を固める重要なポジションということなので、うんうん、また注目していきたいなと思っています、はい、それでは注目の2つ目は音の演出です。はい、音の演出すごい、はいはいはい、ドラマ評論家っぽくなっちゃうんですけど、浩平君が難聴という障害を抱えてるということで、はいはい、音が結構繊細に描かれていて、うんうん、あの最初のシーン、雨が降ってる中トンネル2人でいたと思うんですけど、あそこでも結構なんか音が遮断された感じで聞こえなくなったりとか、うんうんうん、あと授業中の音、あ、ありましたね、先生の声だったりとか、あと食堂の周りの喋ってる音がのモヤモヤした感じでくぐもった感じで聞こえるっていうところが、自分もそういう感じに聞こえるので、あ、こういう感じで聞こえるんだ。でさらにあの途中のシーンで太一くんの声が大きいというか、通りやすい、通りやすいからいいよねみたいな感じの会話をしてるんですけど、それがこのモヤモヤっとした周りの声っていうのがあるからこそ、あ、確かにこのモヤモヤの中で太一くんの音すごいはっきり聞こえそうだなっていうのが分かる、すごい臨場感があるというか、体感できるっていうのが本当にそうですよね、大きいなと思いました。
私も本当に印象的だなと思ってて、はい、ヘッドホンでこうドラマ拝見してた時に本当にそのなんて言うんでしょう、実際に抱えてる方っていうのの聞こえ方ってこうなのかなっていうところの部分とかで、すごく恐怖感をこんな感じなんだっていうところをもう体感できた一種のね、本当に体験型っていう形でね、いい演出だなって思いました。はい、はい、それではポイントの3つ目、タイトルの伏線回収だったんですけども、まあ、こちら1話のタイトルが聞こえないのはお前のせいじゃないだろという太一くんのセリフがタイトルになってるんですけども、そのシーンが1話のラストであったんですけども、はい、食堂に行った2人だったんですけども、まあ、やっぱり浩平くんは難聴を抱えていて、でそれやっぱでもビジュアルがかっこいいから、その難聴っていうところとプラスなんかでも女の子にはその助けてあげたいみたいな感じでモテているっていうところで、ちょっとまあやっかまれちゃってるところに、うん、太一くんがね殴り込みをするという、はい、もう手が出るのが早いんだよ。そのなんか最初のなんかねバイトのシーンでもその最初食い逃げしそうになったらねお客さんに殴りかかるっていうシーンはあったんですけど、はい、本当に手が早い今時の子ではないような感じなんですけど、まあ、そのなんかまっすぐさというか気持ちよりかは体がいってしまうっていう部分、その後のやっぱ浩平くんに対する太一がまっすぐした瞳で、そのタイトルにもなっているセリフを目に涙を浮かべながら、そうなんか浩平は自分が聞こえないことを自分が悪いというか、だから周りがそうなっちゃう、自分が悪いってなってしまってるところを太一はそうではないぞ、お前のせいじゃないんだっていう訴えるシーンで、私なんかあまりにもなんかその2人の感情っていうものをこんなにも出会って短いのに、なんかそのお互いをそのノートテイクっていうところで知って、それでなんて言うんだろう、なんかねその交流の部分が色濃く出たシーンだったので、ちょっと感涙じゃないですけど涙がグッと出てきてしまった。なんかこう全体を通して、はい、あんまり BL っぽくないというか、そうですね、はい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 、はい、なんだろう、あのビジュアルも今回髪の毛の色とかってだいたいあのキャラがいると金髪にしてっていうのがあると思うんですけど、はい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 、それもないんですよ今回。確かに、あ確かに浩平くん、はい、浩平くんはね、あの原作では金髪だけど今回はね黒髪で、うん、二人とも黒髪で、うんうんうん、っていうところが斬新だなと思いつつ、その恋愛ももちろんそうだと思うんですけど、はい、なんか、うん、人間性というかもそうだし、結構話が使えそうだなっていう風に1話見ても思いました。2人のね、なんかそのやっぱりその難聴っていうなんか難しい部分を抱えてしまって、周りとの世界を閉じてしまっている浩平が、その太一っていうね、あの新しく大学で出会った人によって、でそんな太陽みたいな人によってどういう風にその閉じこもっていた部分っていうところが開けていくのか、その開けた先に2人の関係性がどうなっていくのかっていう部分をすごく丁寧に描いてくれるんではないかなって期待をしているので、はい、これからも追って、はい、見ていきたいと思います、はい、皆さんも、1話ご覧になっての感想などございましたら、ぜひコメントお寄せください。はい、はい、それでは、はい、バイチルー。